もう残り2日なんだけど、早っ。そろそろアイテムショップ行くか。あ、バローズ、そんなとこで何してんだい。てん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 。嫌な天気だ。今年の記念式典は荒れそうだな。自業自得よ。大嵐来るぜ。記念式典か。他でもないこのラプラスのための記念日だ。ラプラスの長たる私は当然出席しなければならない。この日が来るたびに再認識する。やはり私は、いや、俺は、どこまでもこの街が嫌いだ。どうした急に。何を考えてこの市長になろうとしたんだろうね、バローズ。おお、なんだ。ラス・バローズ市議、異例の若さで市議会議員就任おめでとうございます。エメラルド・バローズ市長のような勇ましいマフィア撲滅運動を期待してますよ。勝手に巻き込むな。父の生き方は俺に期待するな。俺はエラルド・バローズと血がつながっているだけだ。どうして生き方までつながらなければならない。なんかプレッシャーに押しつぶされてたのか、バローズは。あ、なんだこれ、どういう状況。ラッセル・バローズ、生きていたのならラプラスマフィアに関わるな。今日は忠告だ。命までは取らないでおいてやる。貴様の親父にもよく言っておくことだな。この町は我々のものだ。あれ、親父さん殺されたんだっけ。あれ、自分で殺してたよね。でもあれ、よくわかんねえな。俺は最初からラプラスもマフィアもどうでもいいのに、俺はなぜ路地裏で血を流しているんだ。殴られ蹴られるべきなのは父だろうが。ここから歪んでったってこと、バローズは。あ、今度はなんだ。ラッセル、私の息子である以上、お前もやがて市長としてこのラプラスに全てを捧げるのだ。この身に変えてでも町を良くする、選ばれし者としての自覚をお前も持つことだ。なぜそんな当たり前のことがわからない。うるさい。それはあんたが押し付けてきた生き方で、俺の生き方じゃない。この身はラプラスのためにじゃなく、俺自身のためにあるんだ。俺はラプラスの歯車にはならない。え、反抗期真下がり、極端すぎるかな、その例えは。何に悩んでんだろう。俺はもうラプラスに支配された人間じゃない。あ、8年も昔にラプラスを奔走し、ありとあらゆるものを使い、この手で全ての鎖を断ち切った。俺が今のラプラスを支配しているだ。支配しているんだったね。やばいぞ、シュンヤ。目がシュパシュパしている。だがまだだ。こんなもんじゃない。俺が満足するその日まで、俺はこの街を踏み台にし続け、搾取し続け、利用し続け、復讐し続けてやる。どういうこと？何を恨んでんだ、バローズは。だがそれには、そうね、ノイルは邪魔だろうね、君からしたら。でもノイルを妨害させた、ノイルをこういう風にしたのもあなただからね。ノエル・チェルクエッティ、お前は邪魔な存在だな。カロンと結託し、ここまでの存在になるとは思ってもなかったぞ。お前のような小娘に、俺の復讐を邪魔されてはかなわない。ボーマー、シビラ、ジーノ、コフィン・ネリス。どいつもこいつも使えない。残ったのは結局シーザーだけか。いや、シーザーが残っていればそれでいい。あれ以上の戦力はない。拘束は解除するべきかもしれないがな。何？とうとうシーザーが拘束解除されるのか。それはやばい。記念式典、攻めてくる可能性はあるか。奴らとしても警察とミスティがダウンしている今はチャンスだと考えているはずだが。いや、まさかな。いや、そのまさかです。ツッコミワンスよ。奴らもこれまで白昼堂々テロ行為に及んだことはない。まあいい。ノエル。お前は俺を倒して復讐を遂げたいんだろ。それはそうぜ。ちょうどいい。俺もお前を倒して復讐を続けたいんだ。何の復讐してんの、バローズは。ならば近いうちにはっきりさせようじゃないか。お前の復讐と俺の復讐、どっちが強いのかをな。違う、復讐の収納字は書けねえんだよな。毎回ミスっちゃってさ。てへ。来た、残り1日。もう攻め込む一歩手前だよ。傷薬買いたいな。ポイントもあんまないからな。天気が怪しいですわね。一雨来そうですわ。ここ数日ずっとこうだな。すでに風も強いし、この調子だと明日は大きく崩れるかもな。ピンチ？それもしかして。パイソンとフーゴは新しいガスマスクを用意しているそうだ。
新しいガスマスク。あれかな、ボマー用に用意してるのかな。晴れて爆熱の魔人の復活というわけですのね。マスクをつけたフーゴは敵というイメージが強いんですけれど、確かに最近はもうずっとマスクつけてないもんね。戦力が戻ったところで今更心変わりなどはしないさ。分かってますわ。お前も貴重な決戦前の時間を武器の準備に使わなくていいのか。その気になれば拳銃ぐらい調達できるぞ。武器は私とあなたの鎖さえあれば十分ですわ。それよりも私の家を見に行きたいんですの。いや、もう残ってないんじゃね、あんのか。家か。私が指名手配されてしまった今、お父様やお母様に会うことはできないですけれど、せめて最後に外観だけでも。いや、ないと思うな。もう家機能してないと思うけどな。ええだろう、今夜は天気も悪い、人に見られることもないだろう。それで未練がなくなるなら安いものだ。闇に紛れて進むとしようか。闇に紛れて、これはもしやキーボード操作か。最後か。復讐の達成が近づいているというのに全く実感が湧かない。これは物事がうまく進んで、あ、間違えた、運んでいるからなのか、それとも、いや、考えすぎか。送り出す前に行こう。じゃあどんどん進んでいくよ。あ、いいか、話しかけなくて。どっちだ、上。お、お店がある。とりあえずね。でもポイントが全然ないと思うんだよな。あ、味ポイントしかねえわ。とりあえず傷薬だけ買っとこう。また来るのだー。だって、じゃあね。素通りはダメなのだ。あ、大丈夫、ちゃんと買ってったよ。なんかこうチラシとか貼られてんじゃね、犯罪者の家とか行ってさ。もうチルクエッティ聞けば終わ。おい、やべって、おい。あれはチリアン。まさかここで出くわすとは。ノエルとカロン、なぜお前がこんなところにいる。そんなに殺気立つなよ。シーザーはいないよ。そんなはずが。いない、よかったね。確かに気配もないな。僕はちょっと夜風に当たってただけだよ。ノエルはどうしてこんなところに。天気が悪い夜とはいえ、誰かに見つかったらよくないんでしょ。もうね、ジリアンに見つかっちゃったしね。自分の家を見に行こうとしていましたのよ。これから先もうチャンスがないかもしれないから。そうなんだ。僕と同じような理由なんだね。家無事なの、この二人の。同じような理由。このまま和解しないのかね。本当に行くの。やめた方がいいと思うよ。ほら、やっぱりもう無理なんだこれきっと。どうして。そりゃテロリストの親だぜ。無事じゃないでしょう。だってノエルの家は。これまた心折れるんじゃん。私は今や指名手配犯。家がどうなっているか少しは覚悟もできてますわ。そう、行くのか。じゃあ僕もついて行っていい。久々にノエルとゆっくり話がしたいよ。お、まあいいんじゃん。ここはシーザーもいないらしいし。これ仲直りできないの。もちろんいいですわよ。私もあなたと落ち着いて話がしたかったんですの。大丈夫かしら、カノン。後ろから見張っとこうぜ。ジリアン、妙な真似をしたら容赦なく殺すぞ。私が常に何よりも早くお前を攻撃できる距離にいる。それを忘れないことだ。いいよ。だって何もしないもん。僕がノエルに手を出すわけないでしょ。行こうか、ノエル。ゆっくりでいいからね。お、気遣ってくれてる。でもジリアンも大概なんじゃないの。感覚が麻痺してるんでしょ、だんだんと。ん？言うだけ言っておくが、油断するなよ。分かってますわ。でも今のジリアンは大丈夫だと思いますわ。どうだかな。腹に、お腹の中になんか隠してるかもしんねえかな。人間裏、何があるかわからんぞ。まあ、でもジリアンのその、ノエルへの愛情っていうのは本物だと思うけども。これはジリアンの家か。爆発したんだっけ、そういえば。ありゃ。ボマーのせいだよな、これってか。ご家族は無事だったんだっけ。僕の家まだこのままなんですのね。ありゃりゃ。家族の方々はその大丈夫でしたの。はあ、まだ入院してるけど無事だよ。それは良かったですわ。おかしいよね。僕は別の病院でリハビリしつつ警察に保護されてることになってるんだってさ。
本当はバローズ市長の元で魔人になっちゃってるっていうのにね。隠されてるんだね。魔人ボマーもバローズ市長も僕を使ってノエルをおびき出そうとしたことは許さない。僕に被害が及んだことじゃなくて、ノエルの善意を利用したことが許せないよ。行こう、ノエル。いやもう多分ノエルの家もっと荒んでると思うけどな。家追い出されてるよね、確実に。あ、カロン後ろにぴったりくっついてきてる。ここらアイス店周辺、ノエルん家ないよね、この近く。まだある？ないないよな、これ絶対。あ、ここノエル覚えてる？え、もちろんですわ。ピアノ教室の帰りによくアイスを食べたベンチですわよね。あ、ほんと仲良しだったんだな、この二人は。ノエルちゃんのセーターが見れるんじゃない？ああ、セーターだ。私服の二人かわいいね。ほら、ここだよ、ここ。こないだ行ったアイス屋さん。ほんとですわね。こんな狭い市街地の中にお店が。別に珍しいものじゃないと思うけどな。でもチェルクエッティさんはこういうところでアイスとか食べたことないんでしょ？この頃はチェルクエッティさんって呼んでたんだね。ええ。じゃあ食べていこうよ。チェルクエッティさんには最近お世話になりっぱなしだから、今日は僕のおごりだよ。でもいいのかしら。大丈夫だって。僕にだってアイス2つ買うくらいのお小遣いはあるよ。さすが。いや、そうではなくて、こんなところで勝手に買い食いなんて。あ、そういうところも厳しかったんだ、お家。あ、そっちか。チェルクエッティさんはあんまり買い食いとかしないだろうけど、教室の後くらいこっそり食べちゃってもいいと思うよ。そうかしら。真面目だね。いや、無理にとは言わないけど、本当に困ってるんだったらごめんね。本当仲良しだったんだな、この二人。いえ、食べていきますわ。別にダメと言われているわけじゃありませんもの。こうやって悪いこともちょっとずつ覚えてったのかな、二人で。なんというか、普段食べない味ですわ。味がわざとらしいというか、なんというか、言い方よ。これはこれで、とても美味しいですわ。セクイッティさんはおやつもお上品なものを食べてそうだもんね。まあ、口に合ったならよかった。でも、リットナーさん、どうしてわざわざこのお店に連れてきてくれましたの？はい、だってこないだアイス屋さんの話したじゃない。そしたらチェルクエッティさん、ものすごく珍しそうに話を聞いてるもんだから。それだけ？それだけだけど、あれ、僕なんか変なこと言ってる？やっぱり慣れ慣れしすぎたかな。いや、その慣れ慣れしさがノエルにとっては心の支えになってるんだよ。シュウヤンがベラベラ語り出す。いえ、そういうわけでは。ただ会食の席といえば、何かお話があったり、特別な用があったりするものだとばかり。そんなのなくたって友達とアイスくらい食べるでしょ。そういうものなんですのね。そういうものなのだよ。あなたのように私と接する人は初めてですわ。え、僕なんか失礼なことしちゃった。名門チェルクエッティの娘として丁寧に接するのではなく、ただ私という個人と接してくれる、そういう人は周りにいませんでしたわ。僕には名門とかよくわからないし、課題とかたまに教えてもらっているし、それにチェルクエッティさんは思ってたほど話しかけにくい人じゃないんだなってわかったから。だったらノエルと呼んでってか。その呼び方はおやめになって、ノエルで結構ですわよ。へ、いいのかな。いいでしょ。いいですわ。あなたはこれからもチェルクエッティという家を意識しないでほしいんですの。ってことはジリアンって呼んじゃうでしょ。わかったよ、ノエル。にゃー、こんな仲良しなのにこの二人の仲を裂いたね。バローズを許せない。ありがとう、ジリアン。ああ、今となっては敵対だからな。風が吹雪いてる。そうそう、頑張った後のアイスは美味しかったな。ジリアンはチョコミント味ばっかり食べてましたわね。だってチョコミントが一番美味しいんだもん。ノエルはなかなか食べようとしなかったけど、人選ぶよね、チョコミントって。だって歯磨き粉みたいな味じゃありませんこと。みんなそれ言うよね。なんでかな、美味しいのにな。まあわからなくもない、まあ、でもチョコミント好きかな、シュヤンも。まあそれももう昔の話だね。僕たちもう二度とここでアイスを食べることはできないよ。そんなこと言うなよ、寂しいじゃん。行こう。え、ジリアン死んじゃうの、まさか。え、やだ。マジ幸せないのかな、この二人には。やっぱりここはピアノ教室、もしかして。周辺って書いてあったし、今。あ、カロンがバッチリ貼ってるよ。ピアノ教室でしょ。ピアノ教室だね。ほうほう。ノエルのピアノは本当にすごかった。僕の演奏にはない輝きがあって、僕の憧れだった。褒めすぎですわ。
私の記憶だとあなたの演奏もかなりハイレベルでしたわよ。私が弾いていた大人向けの課題曲をそっくりそのまま弾いてみせて周りに嫉妬されてたこともありましたわ。はそうだったね。お手本通り弾くことは僕の特技だから、僕がピアノ教室に通う理由になった唯一のね。ピアノは作曲者の思いを読み取らなければならない。ノエルが昔言ってくれたよね。僕は未だにそれ苦手なんだ。上手なお手本をそのまま真似することしかできない。でもノエルのピアノには僕のピアノにはない不思議な輝きみたいなのを感じたんだ。きっと僕だからこそ気づけたんだと思う。技術とは違うところにある心のこもった演奏、それが思いを読み取れてるかどうかの違いなんだよね。僕も思いを読み取れればノエルの見ている景色が理解できるのかな。なんか、これ本当に戦うの？明日？あと1日だっけ？あと2日だっけ？ごめん、やめよっか。今は久々のノエルとの時間だもん。チリアン。とにかく、ピアノを弾くノエルはずっと前から僕にとっての憧れだったんだよ。コンクールの時は密かに目標にしてた。なんて強がっちゃったけどね。ずっとノエルだけを追っかけてきてたんだね。あ、カロン素通り。以前と比べると随分と落ち着いているように見えるな。さすがに一度正面からお前にぶつかられて頭を冷やしたということか。そうだといいんですけれど。でも立ちはだかる気満々だもんな。なんとなく今のジリアンはもっとどこか遠くを見ているような、吹けば簡単に散ってしまいそうな雰囲気ですわ。大丈夫かしら。なんとも言えないね。死んじゃおうかな。やだな。なんかこう思い出を振り返るたびにジリアンの死期が迫ってるんじゃないのかってのがひしひし伝わってくんだよな。あ、チェルクエッティ家か。これもう機能してないだろうな。お家あれ違うな。この坂を登ればノエルのお屋敷だね。ピアノ教室の後はいつもここで別れていましたわね。あ、また過去に戻る？またねノエルとか言うのかな。ノエルんち遊び行ってもいいとかないのかね。今日のコンクールなかなかハイレベルでしたわね。来年は私たちも参加できる年になりますし、頑張らないと。狙うは当然式典奏者の座ですわ。噛まなかった。ん？どうしたんだジリアンは。どうしたのジリアン。ああ、うん、ノエル、なんか僕って場違いなのかな。どうした？なんでそんな急に。いきなりどうしたんですの？ピアノ教室の先輩たちも他の参加者もなんだかドレスを着ると別の世界の人みたいだった。そしてみんな同じようにこの坂を登って上層区に帰っていくんだ。ここで U ターンして市街地に帰っていくのなんて僕だけだよ。なんだかそれが僕だけノエルたちとは違う世界で違うことをしてるみたいで。そんなの気にしたって仕方ありませんわ。家の場所なんてどこでもいいじゃないですの。やっぱノエルはそういうのはっきり言ってくれるから嬉しいよね。今までずっと不安だったんだ。僕なんて場違いな存在なんじゃないかな。演奏の技術なんて実はどうでもよくて、大事なのはコンクールや式典にふさわしい華やかさなんじゃ。ねえチリアン、以前私言いましたわよね。あなたにはこれからもチェルクエッティという家屋を意識しないでほしいって。あ、言ってたね。そういえば市街地のアイス屋でアイス食べた時だよね。そうですわ。あの時のあなたは私が上層区の家の娘だからって遠慮しようとか思わなかったでしょ。ふん、私はそれが嬉しかったですわ。いい子だノエルが。チェルクエッティの家はピアノの名門、ピアノ教室でおっかなびっくり扱われている私に自分からヘラヘラ話しかけてくるのはあなたくらい。ヘラヘラって言い方が。でもそんなあなたがいなかったら私は今頃ピアノ教室なんて行かなくなってたかもしれませんわよ。そうなの？どうしてノエルに限ってそんなことありえないよ。あんなに綺麗なピアノを弾けるんだから僕なんて関係ないはずだよ。違いますわよ。実力の話じゃなく気持ちの話ですわ。自分の家で練習するってこと？気持ち？チェルクエッティの娘にとってピアノは100点で当たり前の厳しいだけのもの。でもあなたが私の演奏を褒めてくれるようになってから今までより少しだけ頑張れてるような気がしますの。なんでかはわからないけど、あなたがいるから私の息苦しさが減っていますのよ。うん、
自分ではいちいち意識していないかもしれませんけど、あなたの良さを見失わないでくださいまし。ありがとう、ノエル。ノエルの役に立てるなら少しは嬉しいよ。でもやっぱり周りと比べると、比べちゃうんだね。どうしても比べちゃうんだね。気になっちゃうよね、一人だけ違うってのは。確かに、ジリアン、だったら周りなんか見る必要はありませんわ。今はコンクールも記念式典も忘れなさい。へ、あなたがかっこいいと思う私の姿だけを見なさい。かっこいい、これ15歳の言うセリフか。あなたが私の背中を見ていてくれる限り、私はあなたの望むかっこいい姿でいられますわ。だから周りなんか忘れてしまいなさい。これはな、永遠の友達だよな。ふふ、そうだね、参ったよ。やっぱりノエルはまっすぐでかっこいいね。どうにもならないことでくよくよしてる自分がバカみたい。そこまで言ってくれるなら、僕ノエルみたいな演奏ができるように頑張るよ。言いましたわね、曲に思いを込めるのは簡単じゃありませんのよ。あ、また思い出の1ページが閉ざされていく。やばい、これやばいぞ。怖いぞ、このシーズン7。どうやって終わるんだ。ノエルはいつも小さく手を振って、この坂をまっすぐ登っていって、僕はいつも下からその後ろ姿を見て、僕もあんな風になりたいなーって思ってた。それを坂を今2人で登っていくと、お、ずっと追っかけてたんだね。やだ、悲しいなー、これ。なんでジリアン敵に回っちゃったんだよ、本当に。私を追い越したいとは思わなかったんですの。少なくとも技術は私にも負けてなかったはずですわ。もちろん僕が式典奏者に選ばれた時は純粋に嬉しかったよ。でもそれはノエルに勝ったからとかじゃなくて、ノエルみたいな心のこもった演奏ができたのかもって思ったから。僕はやっぱり式典奏者じゃなくてノエルそのものに憧れてたんだ。だからノエルを追い詰めてしまうって分かった今、式典奏者の座なんて僕にはどうでもいいみたい。この1週間記念式典が近づいても嬉しくもなんともなかったもん。そんなことノエルの前で言ってやんないでくれよ。本当はこの坂をノエルと一緒に登るのはダメなことなんだ。僕はノエルが登っていく背中を見ていたかったから。今日だけは特別だね、行こう。マジ家がどうなってるかすごい気になるよね。私の姿だけを見なさい。私の言葉があなたの世界を変えてしまったのかしら。でも助けられてはいたと思うけどな、それはそれで。行くか、こっからよね、問題は。どうなの？いや、そうだわな、こうなるよね、普通。もう、どこに引っ越したんだろうね、チェルクエッティ家の人たちは。覚悟は決めてたとしてもだよね。ああ、犯罪者ラプラスから出ていけ、社会のゴミ、死ね、害悪。いやなんとも言えねえな。復讐してるノエルが悪いってことになるのか。でも結局ね、ことの発端はバローズだからな。でも周りの人はそれを理解してくれないってのが悔しいよな。ひどいありさまだな。だから見せたくなかったんだ。ジリアンも見せたくなかったっていう感じの表情だね、本当に。すごい苦しい顔してる。何も知らない野次馬が好き勝手に心ない言葉を書き散らしてる。無責任な奴らこそ全員死ねばいいのに。お父様とお母様は現状に耐えかねてどこかに引っ越したって聞いてるよ。まだご両親が住んでた頃から嫌がらせが多かったそうだし。うえ。お父様、お母様、親不孝な娘でごめんなさい。しんど。ねえ、こういうことなんだよノエル。復讐者になるっていうのはこういうことなんだ。こんな好き勝手されても何も言えない立場なんてあまりに悔しいよ。なんかジリアンの言葉が身に染みる。すごい身に染みてくる。それでもノエルは復讐を選ぶの。怒ってくれてありがとう、ジリアン。なんとなくこうなっているんじゃないかと思ってましたわ。だから大丈夫。私はもう決めたから。私の夢を奪って親友にまで手を出したバローズ市長という存在を許さない。それが私が選んだ全てへの決着ですわ。復讐を貫く。今はまっすぐに復讐に思いを込めていますの。そうだよね。
コールが式典奏者から復讐の達成に変わってもノエルの歩き方は変わってくれないんだよね。思いのこもったノエルのピアノを素敵だと思っ、素敵だって思うのも、意思の通ったノエルの姿をかっこいいって感じちゃうのも、僕にとっては同じことなんだよね。あ、また思い出、この時にな、あの時の姿がかっこいいって言ってたもんな、最初の方で。なんだか納得だよ。どうしてあの時ノエルがかっこよく見えたのか。あの時、いつの話ですの？なんでもない、こっちの話。さっきから天気怪しいね。降ってくる前に今日はもう開きにしよう。僕、明日は記念式典に出なくちゃいけないから。おっとやるのかカロン。まあそうだわな。普通はこのままおとなしく返すと思うか。お前はシーザーの契約者だ。僕だけ捕まえたって意味ないよ。そっか、ジリアンが捕まってね、結局中止になったらバローズも出てこないしね。僕がいなくてもシーザーは市長を守るために動けるんだ。そういう契約だもの。それとも何、僕が式典に出たら困ることでもあるの？バレてる。ノエル、次に会うときはまた戦うことになるかもしれない。もしそうなったらもう一度だけ僕にノエルのかっこよさをぶつけてよ。きっとそれが最後になる。僕ももう逃げないよ。僕たちのピアノの終点で待ってるからね。ジリアン、なんであんな堂々としてるんだあの子。あの子もあれで15歳なんだよな。何も起きなくてよかったな。終始落ち着いてはいたが、いつ化けるのかとヒヤヒヤしたぞ。ピアノの終点がどうのこうのと、わけのわからんことを言ってはいたが、まさか数時間後に再び顔を合わせることになろうとは夢にも思っていまい。私たちも夜が明ける前にスラムへ戻ろう。決戦を前に雨ざらしになりたくはないだろう。気づいてるでしょ、ジリアン確実に攻め込んでくるって。そうですわね。ジリアン、私たちが式典を襲撃するということ気づいていますのね。受けて立ちますわ。まあ、これここまで破天荒な襲撃連チャンで仕掛けてきてるからね、それ予想してるだろうな。バローズも確実に分かってるよね。罠を浪しているはずだ。どうしようかね。ノエルがかっこいいと感じるのは、僕にはない思いを込めるという力を持っているから。思いのこもった輝きはピアノでも復讐でも変わらない。ただかっこよくて眩しい。だから今のノエルを無理に止める理由はもうない。でもこのまま引き下がるわけにはいかないんだ。だって復讐はピアノとは違う茨の道だから。もし僕が全力も出さずにノエルの復讐を応援して、それでノエルが不幸になるようなことがあったら、僕は後悔してもしきれないよ。でも本当は応援したい。選べないんだ。だから自分勝手だって分かってるけど、どうかノエル。ああ、封印解除すんじゃね。どうすんだろう、シーザーの封印。お、僕の全力を超えていって。おい、これ死ぬ気発言、なんか死ぬ気満々の発言だよね、これ。マジかよ。当日だ。やっぱ復讐っていうのは本当にいいことないんだろうな。おー、警備がすげえいるの、なんの。めっちゃいるじゃん。じゃあ、ボマーに暴れてもらって正面突破して、なんかごちゃごちゃやって、とりあえず突破だな。ざっくりしてるしやん。今年は警備がすごいですな、市長。私も迷いましたが、市民の安全が第一と考えました。ラプラスの警備会社に全面的に協力してもらっています。仕方ないでしょうな。ここ最近は大事件が多い。国の対テロ組織が派遣されてくるまでは自分の身は自分で守るしかありませんな。私としても古き良きラプラスに外の武力が介入するのは遺憾なことです。とはいえ、今日が市にとって記念すべき日であることは変わりません。開会まではもう少しありますが、どうぞおくつろぎを。はい、応援してますぞ。言っちゃった。あの男、あいつもやつら書きしたんじゃねえだろう。てかお前、右上になんかジリアンいたし。定時報告です。エリア A から E、 現在異常はありません。ご苦労。可能性は高くないがゼロではない。万が一やつらがなりふり構わずこの場を襲撃してきたとしても、対応できるだけの戦力は配置している。ノエル勢力の規模はおそらく7人。少ね。もし俺がここであの7人動かすとしたら。バレてる、バレてるぞ。すべてバレてる。完璧にバレてるね、これ。
しようか。戻っていいぞ。は、失礼します。まあさすがカロンと今まで作戦を考えてきただけあるな。ああそうそう、はい。何？火薬の匂いに注意を払うんだな。伝達します。あらららら、これボマーのボム失敗するか。どうなんだろうね。これはこれはお世話になっております。風の強い中ご足労いただきまして。接待中だねバローズ、頑張れ。ジリアン、これ目大丈夫？なんか見えてる？目に正気灯ってなかったような気がするんだけど今。感覚がちょっとずつなくなってくってどんななんだろうな。怖いな。次期市長挨拶が始まる。人もだいぶ集まってきた。あ、こちらは異常なしだ。火薬の匂いに注意を払えとのことだが、ボマーか？だがこの風ではな。爆薬探知機でも持ってくるか？一応車に積んである。そんなの便利な機械があるの？そうだな、念のため。そこ爆発すんじゃん。やっぱり爆発したわ。案の定は？いいっていいって、そんなもん使うの面倒だろ。それよりこうすりゃわかりやすい。魔人ボマーはここだってな。かっこいいぞボマーが。ほら、めでたい記念式典なんだろ、盛り上がっていこうぜ。おお、こいつに今3人やられたろ。 BGM が激しいね。かっこいいねこの BGM。 なんだなんだ、慌てずに建物から離れてください。バローズ以外みんな逃げてっちゃったよ。どうするバローズ、覚悟決めて。うわー早い、もう突っ込んできた。バローズ市長、これはこれはノエル君、こんなところに何の用かな。君は確か式典奏者ではなかったと記憶しているが。なんか言ってるぞ。おお、避けた。あいつ運動神経パンパネーパンパネーってなんだよ、大事なとこ。行儀の悪い悪魔だ、人の話は遮るもんじゃないぞ。お前の行儀の悪さにはかなわないさ。お前らも随分犯罪者らしくなってきたじゃないか。こんな白昼堂々テロを起こすとは正直驚いたぞ。腐っても元ピアニスト、さすがに式典中は来ないと思っていた。その割にはしっかり警備を固めているじゃないか。 1% でも危険が予想されるなら惜しまず手を回すのが俺のやり方でね。あっとえー、でもこれも予想通りなんでしょ。バローズ市長、こちらは通れませんよ。誰かと思えば飼い主のいなくなった狂犬か。ラプラス警察の面汚しだな、オスカードレッセル。どうとでも、あなたと口で戦う気はない。お、分かってるね。つまらないやつだ。東口、いや、なるよね。東口方向ではなくピアノホールに逃げたか。分かってたね。ピアノホールの舞台袖は東廊下につながってますわ。どう動こうと結局は東口か階段を目指しているはず。だろうな、パイソンたちは東口で待機させ、私たちはこのままラッセルを追うぞ。正面突破でいい？大丈夫？オスカー使ってみたいな、個人的に。お、どっち行けばいい？散る？両方の入り口から同時に突入し、何が起こるかわからん。あ、突入しよう。俺は、なあ、間違いない、ジュヤン。なら俺は右から入る。お前たちは左から頼む。はーい。こんな形とはいえ、またこのホールに入る日が来るなんて。カノン、あなたのタイミングで突入してくださいまし。そこ突っ込むぞ。わかった。そこ突っ込むぞ、ジュヤン。迷いもせず、ゴー！行くぞ。いるか？うお、これはまた。ん？あ、なんか懐かしい、これ。最初の頃じゃん。懐かしいわ。腕とか言われたけど。ちょ、待てよ。お、ちょ、武器。え、ピアノホールにはすでにバローズの伏兵が敷き詰められていた。銃撃をやり過ごさなければ数秒で蜂の巣にされてしまう。今はまずカロンの鎖で銃弾を防ぐことを、弾くことが最優先だ。カロンの動体視力を駆使し、目前に迫る銃弾を食らう前に全てをタップクリップで叩き潰せ。あ、ちょ、そういう感じね、そういう感じね。うわ、なんかすごい難しい。すごい難しい。おぉ、神回避だ。8発ブレイク、8発ってなんだよ。8発ブレイクボーナス。おい、シュウヤン、下ってんぞ。オスカーかっこよ。はじいたのか？なんかね、すごいよね、相変わらず。オスカー、無事か。俺の肉体は全てが鋼鉄の刃だ。弾丸は通らない。すげえな。なら一気に潰すぞ。おぉ、はあ、警備兵なんていなかったんや。二人とも助かりましたわ。やるじゃないか。もっともこの程度の食い打ちで倒れるようじゃ拍子抜けすぎて困ってしまうがな。なんでそんなドヤ顔でポーズ取ってんだあいつ。あ、逃げてった。これだけの戦力を保険で仕込んでおくとはあいつらしいな。追うぞ。はーい。結構もうすんなり。あれ、どうした？大丈夫か？市長は舞台袖から東廊下へ向かった。はいはいはい。お、なんだそんなピアノを見て。行きましょう。今ここで立ち止まる必要はありませんわ。はーい、行くよ。うわい、もう囲まれてるぜ。もう無理でしょこれ。どこ行くんだ？
次から次へと、今日は記念式典だぞ。わきまえたまえ。ほら、明らかクライマックスだよね。これほんとシーズン8に繋がるのか。申し訳ないですが、我々アウトローはわきまえる礼節を持ち合わせていないものでしてね。あー、実際にやってみると市長に武器向けてるってやばいね。やばいことしてるね。これで私らにも箔がついたな。なんか言ってんぞ。救いようのない低能ばかりだな。警備職君頼むよ。まだ来るの？うわー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 、上下で挟まれた。背後？ついさっきクリアリングしたばっかだぞ。まだこれだけの警備員が。空母の奇襲では警備を引きつけきれなかったのか。ボーマーは陽動、そんなの誰にだってわかる。あいつの処理に回したのは必要最低限の人数だ。そしてお前らがこのホールの1階で俺を挟み撃ちにしようとすることも簡単に予想できる。それに合わせて残りの警備員を潜ませていただけさ。やばいじゃん、やばいじゃんこれ。おお。と思ったらボマーが普通に突破してきちゃったね。だったらバローズ、お前は俺の力を読み間違えてるぜ。外の警備員、お前の予想の3倍は俺には割くべきだったな。フーゴ、もう外の警備員を片付けたのか。すごいね。ほう、そう来なくちゃな。おお、機敏だなあいつ相変わらず。不意に来ましたわ。計画通りだ、このまま追撃しよう。お、なんだ。あ、ピーポーが来た。なんかもうちょっとセリフなんか恥ずかしくなっちゃった今。もう増援が来たのか。ノエル、お前たちはこのままバローズを追え。増援は俺たちがここで食い止めるぜ。さすがボマー、頼りになるぜ。でもいいですもん。俺を鉄格子から解き放ったのはお前だ。だから俺の分までお前にくれてやるよ。バローズをぶん殴る権利をよ。ありがとうな。ぶん殴ってくるぜ。ボッコボコだぜ。ボマーを使うだけ使って刑務所にぶち込んだクソ市長をボコボコにしてやれ。任せて。僕たちは警備員の相手が精一杯だから、せめて背中は僕たちに任せてよ。そういうわけだ。どれだけ増援が集まろうと、君たちの背中の安全は保証するよ。ありがとう。わかりましたわ。ここはあなたたちに任せますわよ。カノン、オスカー、市長を追いましょう。オスカーがいれば100人力。ああ、まだジリアン来ないね。あ、回復がある。ビアンコか。2階に入った途端手厚い歓迎になったな。そういえばビアンコのリーダー変わったのか。俺が先行してマフィアを処理する。一人残らずとはいかないだろうが、お前たちはシーザーとの戦いに備えて少しでも力を温存してくれ。ありがとうね。わかった、頼んだぞオスカー。お、引っ込んでった。オスカーのこと怖いんだね。カノン、あなたも無理に私の歩く速さに合わせなくていいですわ。どんどん敵を倒して進んでくださいまし。いいのか。まあそのあまり離れなければ多分。おい、わかった。では遠慮なくお前の数歩前を進ませてもらおうか。スタンス変えよう。用事先行しバドンシー倒してくれ。しかし少しは倒し漏れも出るだろう。カロンもカロンでビアンコを蹴散らしつつ倒せと。お、今のノエルなら突きっきりで守らなくても大丈夫だろう。小気に特化した強力な一撃が狙えるスタンスで駆け抜けろ。マジで？なんか少しでもダメージ減らすスタンス組もうと思ったけど、気にしなくていいならボディーガードじゃなくてたまに、いやなんか別にデストロイヤーもたまにだもんな。たまにだったら普通にフォワードでいいかな。結局フォワードに戻るっていうね。よっしゃ行くぞ。わあ走ってる走ってる。俺もおお来やがった。うえうえ。あ、ちょっと待って、正面突破ダメだなやっぱり。危険だな。サクサク行くね、サクサク行くね。これここから来るでしょ絶対。これもう先にここ塞いとく。あれ、おお来た来た来た。あ、やばやば。あは、あ、待って待って、回復しに帰らね。回復しに帰らない？これもう1しかないんだけど体力。なんかフォワードが全然効果発動してなくね、これ。ちょっと待って、スタンス、たまにゼロになるんじゃないの。あんま良くないか。たまの一撃の方がいいのかなこれ。来ないしな。オスカ強え。あ、いた。結局使っちゃったよ結局。あは、あ、やっぱ一、あー分からねえ。でも傷薬が残り1個っていうのはだいぶピンチだ。8発ね、ブロックボーナスが入ったからまだ良かったけどね。これ先行っていいんじゃね、もしかして。あ、行けてよかった。おおお、この上は4階、このコンサートホールの最上階ですわ。上で待ち構えてる。ということはこの上が決戦の場になるわけだ。おお、オスカー、あとは頼んだぜ。この厳重さを見ても間違いなさそうだ。ここは万全を期してまずこいつらを。あ、いや、この場は俺が引き受けよう。お前たちはこのまま駆け上がれ。シーザーを倒し市長に到達できるのはお前たちだけだ。この人数大丈夫ですの？ふん、土天使たー、かっこいい。誰に聞いてる。任せる、エクソノエル。
へ、かっこいいな、オスカ。しかもちょっと出れた時可愛かったしね。悪いがここは通さない。それが今の俺が貫く新たな正義だ。おお、これ魔人を切らない限りは自分の体に傷を負うことはないんだよね、オスカ。魔人を切ると傷を負うとか言ってた気がしたけど。だから魔人斬りだよね。